はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学平行線と面積についてお送りします。で、長い間ね、図形シリーズを図形を噛むってすごいな、図形シリーズをやってきましたけど、これで一応最後になる予定です。パッと見てわかるように問題数1番から7番までであんま問題多くないのね。ただすごくテストで狙われるところだし、結構ね、内容が難しいので苦手な子が多いとこなんだよ。ただ出てくる問題のパターンはそんなに多くないので、ぜひね、この動画で、全く同じ問題が出るかはわからないんだけど、やり方を覚えてみてください。よろしくお願いします。じゃあね、問題、この7問ができそうな子はぜひ動画を止めてチャレンジしてみてね。で、俺は説明早速始めていきますので、ちょっと自信のない子は一回ね、聞いてみてください。いいかな、ちょっと長くなるかもしれないですけど、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、まずポイントからいきましょうか。ポイントね。で、この図形なんだけど、何かっていうと、この線とこの線がまず平行です。これ平行マークね、矢印、平行線があって、そこに三角形 ABC ってやつと青の DBC があります。2個三角形作ってるでしょ。実はこの2つ面積同じっすね。見た目に同じっぽいかなって感じもすると思うんだけど、その理由からいきます。なんで同じか、それはこの図形、2つの図形は、ちょっと黒いね、底辺と、聞いちゃってごめん、底辺と高さが同じだからなんです。この2つはね、どういうことかっていうと、まず底辺からいこうか。底辺、2つの三角形で両方ともここの BC が底辺だよね。底辺、こっちのね、黒も青も底辺はここです。あと高さ、高さはね、こっからまっすぐ下ろしたとこなので、 A からまっすぐ下ろした、まずここが高さだね。で、 DBC の青の方も高さはこっから下ろした、ここが高さになります。この2つの高さ大丈夫で、今さ、ここの2つの線平行なんだよ。だから平行ってことは、ここの長さもここの長さも絶対に同じなのね、どこで測っても。だから勝手に高さが同じになります。いいかな、つまり底辺が同じで高さも同じだから、この高さのポイントをどこにずらしたとしても絶対に面積が同じなんです。だからこれね、例えばもっと向こう、こんな風にしてこうするでしょ、これももちろん面積が同じ。こっちに作ったって面積が同じになります。この底辺を固定して高さをずらしてるの、ずーって、このイメージを持ってください。いいね、底辺を固定するんだよ。で、高さを平行な線でウィーンってずらしていく。いいかな。そしてこれを使って、まず1個有名な問題チャレンジしてみよう。今ここに平行、これ平行四辺形マークな、ABCD が平行四辺形です。で、あと AC と EF、 つまり AC と EF のここが平行です。その時、三角形 ABE、 ここだね、これ細長いやつ、これと面積が等しい三角形を全て書こうね。全てって言われたから、答えが絶対2個以上あります。何個かわからないけどね。この問題は超有名ですね、ちょっとパターンが何パターンかありますけどね。でもまずこれからいきましょう。で、やり方からいきます。このやり方、面積が同じのを探すから絶対これを使うんだよ、平行線を。つまり先にどこが平行かを書き込んどくといいです。まずね、 AC と EF が平行って言ってくれてるんで、ここが平行なんでマークつけておきます。あとはもともと外が平行四辺形だから、こことここが平行だし、上と下も平行になるね。こうやって平行なところ本数変えていくんだよ。こことここだから1本ずつ、2本ずつ、3本ずつみたいな感じでね。さあ、こっから移動させていきます。あ、ごめんね、ずらしちゃった。大丈夫かな、失礼しました。で、どうやるかっていうと、みんなは鉛筆、シャーペンで構わないので、まず主役のこいつに色を塗ってください。色って囲むだけでもいいけどね。いいかい、まずこっから移動させます。で、こいつと同じやつを探したいんだけど、いいかな、
まず底辺をどこにするかが大事です。こういう時は例えば AB を底辺とします。ここそうすると高さ、ああいう風に動く高さね、はここになるね。ここを動かしたいんだけど、こいつと平行の線がここにはない。だから E が移動できない。こういう風に、つまりここは外れだね。次 AE を底辺にします。上を底辺、そうすると高さがここになるじゃん、高さポイントがね。そうするとこいつってちょうど平行な線があるから移動ができます。そうすると B をグイーンってここまで移動すれば、ちょっと汚くてごめんね、赤と青は底辺が同じで高さポイントが平行で同じになるから面積同じだよね。まずこれで1個発見しました。三角形AEC にしとこうか。まあ順番いいけどね、 ACE でも構わないです。いいね。でこのタイプの問題は赤と等しい三角形を何個も見つけるんじゃなくて順番に見つけていきます。今赤が青に移ったでしょ。じゃあ今度はこの AEC と同じやつを探しに行きます。いいね。で AEC が主役なので、また底辺どこにするか考えます。そうするとじゃあこの AC、 ここね、これを底辺って考えると、ここね、考えると高さポイントがここになります。 E 大丈夫、ちょっと手邪魔かな、ここです。そうすると高さポイントがこれとこれがちょうど平行なんだよ。ってことは E をさ、グイってこっちに動かしてあげると、ここです。青と赤、底辺がここで同じで、高さポイントがこっからグイーンってこっちで動いてきただけだから、面積また同じになるよね。つまり三角形、赤だから ACF、 ごめん、またアルファベット順番なんでもいいからね、 ACF がまず同じです。そして実はもう一個あります。で、さっきと同じように今度 ACF に移ってきたから、この赤と同じ面積を探しに行きます。いいかな。で最後は底辺をここと考えます。そうすると底辺ここだと高さポイントここだよね。こいつとこいつが平行なので A をグイーンってこっちに持ってくれば、ここだね、ここは底辺がここで高さがこっからここに移っただけなので面積が同じになる。つまり三角形 BCF と、この3つが答えになります。きっとね、最後早送りして答えだけ見た子は何書いてるかわけわかんないと思うんで、もしねちょっとわけわかんなかったら一回ここまで戻って説明聞いてみてね、お願いします。では次ね、4番いきます。作図問題ばっかです、ここからはね。で、今直線 BC 上に、ここ BC の直線上だから BC 伸ばしたどっちかね、 BC 上のどっかに点 E を取ります。で、四角形 ABCD、 この面積と等しい面積の ABE を作図します。いいかな。で、この時はもちろんこっち側に作ってもできるんだけど、でもこっちでいきます、右側に。で、イメージとしては ABE でしょ。だから ABE 伸ばしたこの辺、ちょっと大きめの三角形にしてこいつと同じ面積を作る。で、どうするかっていうと、この等しい面積作りは絶対に平行な線を描きます、自分で。で、どこに描くかを覚えれば大丈夫、この問題はね。で、この問題先に描くと A と C をまずつなげます。ちょっと待ってね、A と C をこうやってつなげるでしょ。で、この線と平行な線を描きます。しかも D を通るように。ちょっと待ってね、これこっちで描いていい？ちょっと曲がってるけど許して。こう描くでしょ。で、平行な線を描いたら絶対に平行ですってマークを書いてください。これ書き合わせると原点がバツ食らいます。気をつけてね。で、2つ線を書いて直線 BC 上に書かなきゃいけないから BC を定規で伸ばします。こうやって
そうするとここにぶつかった点ができるでしょ。ここが E になります。なぜかっていうと、先に線描いちゃうね。 ABE を作んなきゃいけないから ABE、 ここが必要なんだ。これもまたこうだね。ちょっと赤で囲っちゃうよ。これが答えになります。で、なんでかっていうと、実はこのさ、ここ見えるかな、 ACD ってあるじゃん、この黒い細長いやつ。これ底辺をここの AC にして、高さポイントを D から E にずらしたんです。つまりこのはみ出した四角や三角形をこっちにずらしてきて、三角形を場所を変えたので、こうなります。いいかな、この作図の仕方を覚えてください。頑張ってね。入ってるね、大丈夫ね。ってなります。まあ、ちょっとちゃんと書こうか、ちゃんと書こうかとおかしいね。この赤の塗ったところあるでしょ、ここの面積と元々あったこの黒のところの面積、見えるかな、そこが同じです。いいかな、こういう感じで作ってください。で、今度はその逆です。左の図で辺 BC 上に点 E を取ります。また同じだね。で、三角形 ABC と面積の等しい四角形 ABED を作図します。今度は三角形から四角形作りね。さっきは逆だったけど、でもやること同じです。どうやるかっていうと、C と D をまず結びます。ちょっと待って、通るかな、ちょっと曲がってごめんね。これ線を結ぶでしょ。そしたら今度 A を通るような平行な線を1本引きます。こいつと平行な線ね。よいしょ。で、平行な線を書いたら必ず平行マークを書きます。いい？そしたらここにできた点が、これが E になります。ね、点作りは簡単なんだよ。で、あと四角形 ABED を書けって言われてるからね、点を書けじゃないからちゃんと四角形書きます。 ABED なんで AB、 これは別になぞなくていいからね。 ABE、 あと D がね、こっからここの線とここの線を書いて、これで丸になります。大丈夫かな。これなんで三角形とこの赤が同じになるかっていうと、さっきと同じだね。ここの黒い三角形の分とここの赤の三角形の面積が同じになります。だからさ、黒のところを赤にグイーンってずらしただけだから面積は変わってない。でも三角形が四角形に変わるんだよっていう問題です。ね、やってること同じでしょ？平行線引いてね、書くだけだからさ。そして今度は五角形です。この五角形から面積の等しい三角形作りに行きます。で、難しそうに感じるんですけど、全然簡単です、これも。いくよ。で、どうやるかっていうと、結局、この発想と同じね、四角形の角が下に落ちてきたじゃんか、これ。ここの角がズインって。同じことをします。今、まずここの AD 線引くでしょ。で、E を通るように、さっきと同じね、通るように平行な線を引いて、ここの下を伸ばしておきます。そうするとここに点ができる、1個いい？で、じゃあ先にね、さっきと同じことをしちゃうと、1個角がこれで下に落ちてくるよね。で、そうするとまだトントントンで四角形なんで、こっち側でも同じことをします。どういうことかっていうと、 AC にこうやって線を引くでしょ、こうやって。で、ここをと、あ、ごめんなさい、平行線描くの忘れた。こうだね、ごめんごめん。で、線引いて、ここをまた平行となるように、よいしょ、線を引きます。で、さっきと違うから今度は2本線でね、平行マークを描く。で、伸ばすでしょ。そうするとここに点ができるでしょ。そうすると
この赤が答えの三角形になります。さっきのやってること似てて、ここの角を下にストンって落とす、ここの角もストンって落としてるから、つまり三角形になります。いいね。そのために平行線を書くっていう、大丈夫かな。で、最後の7番、これは今長方形がで、2つの面積に分かれてます。同じじゃないよ、これ。同じじゃないんだけど、2つの面積を変えないような直線 AD を作図します。いいかな。で、これもすごく簡単で、いきますよ。 A と C に線を引くじゃないですか。で、もうね、なんとなく分かるでしょ。ここ、B を通るように平行な線を引くじゃないですか。平行マーク書いてね。で、書きたいのは直線 AD だから、ここ通んなきゃいけないからさ、こっちに線引いても意味ないね。だから下に落とさなきゃなんで、ここが D になる。で、こうやって引けば、これで OK です。大丈夫かな。で、これもやってることさっきと同じで、しつこいけどね、もともとここにあったこの三角形、黒のところね、の面積が高さが下にストンって落ちてきて、この赤のところと同じになるよっていう、ね、面積は同じだから下に落としてきても問題ないっていう問題でした。よいしょ。いいかな。やってることほとんどね同じなんだけど、自分でね慣れないとわけわかんないと思いますね。ちょっと使いこなせるまで一生懸命練習してみてね。よろしくお願いします。それじゃあ今回は中学校2年生の数学、平行線と面積についてお送りしました。今回はね、見ていただいて本当にありがとうございました。そしてね、これで図形シリーズが一応終わりの予定なので、本当にいっぱい見てもらってありがとうございました。あとね、2年生は最後に確率が残ってますね。いきなり図形から今度計算になるんですけど、確率は超簡単だからね、苦手な子が多いんだよ。だから苦手な子にとってははって思うかもしれないけど、簡単ですね。分かりやすい動画またお送りしますので、よかったらそっちも見てみてください。それじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。